尼崎市の博物館では南北朝時代に起こった尼崎周辺地域での合戦や出来事を資料とともに紹介する企画展が開かれています。今からおよそ700年前の南北朝時代、騒乱の世において尼崎はしばしば合戦の舞台となりました。尼崎市立歴史博物館で開かれている企画展将軍尼崎出陣では、尼崎に本陣を置いた室町幕府2代将軍足利義明の半年間に及ぶ尼崎での戦乱や出来事などを貴重な歴史資料とともに紹介しています。こちらの古文書は義明が将軍就任前の1352年、公家の園家に財産や領地の保全への協力を伝えた書状です。その他会場では尼崎市の指定文化財になっている扇絵や合戦での手柄を報告した初公開となる書状などおよそ60点を展示していて、かつて尼崎が戦乱の中にあったことを感じることができます。新しい歴史がないかっていうふうに思われがちなんですけども、意外とその古い歴史もあると、そういったことをぜひ多くの方に知っていただいて、まあ、歴史豊かな町であるということを PR していきたいなというふうに思っております。企画展将軍尼崎出陣は今月23日まで開かれています。